ダッカ、ダッカ、救命、ダッカーは、バングラデシュの首都であり、ダッカ県の主婦を兼ねる。世界有数のメガシティであり、2016年の人口推計によると、近郊を含む都市圏人口は、バングラデシュ最大の1、623万人であり、世界第16位である。バングラデシュ中央部に位置し、グリゴンが排水路によってドレッシュ織川に通じる。 同国の商業、工業、文化、教育の中心地であるダッカは、モスクの町としても知られる。重と綿加工や、食品加工などの製造業が行われ、特にまた高品質なモスリン生産の地としても有名である。街中には、約40万台といわれる利者が毎日行き交う、ことでも知られる。ダッカの歴史は9世紀以前に遡るが、 ダッカが都市として繁栄したのは、ムガル帝国の統治下で17世紀にベンガル州の州都となったことによる。当時の名は、ジャハーン・ギール・ナガルといった。1765年より、イギリスの支配にある、イギリス領インド帝国に組み込まれ、19世紀には、コルカタに次ぐベンガル地方、第二の都市にまで発展した。1947年にパキスタンとして独立後は、 東パキスタンの首都となった。1971年にバングラデシュとして独立以後も引き続き首都となり、現在に至る。現代のダッカはバングラデシュの政治、文化、経済活動の中心地である。都市のインフラストラクチャーは国中で最も発達しているが、それでも急激な人口増加には追いつかず、公害や交通渋滞、または 公共サービスの不足などの問題に直面している。そのような中でも近年は、交通機関や情報網及び公共事業などで近代化が促進されている。ダッカは外資を呼び込んで、商業や貿易の拡大を図っているが、これがまた人口の流入を促進する要因となり、結果的に、ダッカを世界一急激な人口増加都市にしている。こうした負の要素は、 早々に改善できるものではなく、2013年、世界各都市の医療、文化、環境、教育、インフラを数値化した、世界で最も住みやすい都市のランキングで、ワースト2位になった、1位は内戦状態のダマスカス。現在のダッカがある地域が、市街地化された、最初の時期は7世紀であり、8世紀には、仏教国の王国、ついでパーラーサの統治下にあった。 そして9世紀からはヒンドゥーのセーナーサがこの場所を治めた。12世紀になり、女神を祀る寺院がによって混流されると、これにちなみ都市はダッカと呼ばれるようになった。当時のダッカ周辺はベンガラ、ベンゴラと呼ばれ、市街には小規模なし、ロックシュミーバザール、シャンコリーバザール、タンチバザール、パッチチャリー、クマーチリー、バニアナガー、ゴールナガーがいくつかあった。 セーナー朝の後には、ダッカは、デリー・スルターン・朝が送り込んだ、チュルクジニア・パシュトゥン人による異性が続いたが、勃興したムガル帝国が1608年に統治を支配した。ムガル帝国のベンガル州都となったダッカでは、都市の開発と人口増加が始まった。行政担当を担当した、初代知事は、皇帝、ジャハンギールにちなんでこの都市の名を、ジャハンギール・ナガル。 ジャハーン・ギールのトノとの意図定めた。シャー・イスタ・ハーン将軍の頃、都市は19、13キロメートルの地域に約100万人を抱えるまでに発展した。1765年、イギリス東インド会社は朝税権ディーワーニー・ライト、ジワニライトを獲得し、1793年には、ベンガルの貴族階級、ナワーブ、ナワーブは、ベンガルやビハールまた、 オリッサの州や都市に対する利権を放棄することを強いられ、イギリスはこれら地域を支配する行政権をも支柱にした。この期間、コルカタの人口が増加したことと対照的に、この地区の都市からは市民の流出が続いたが、実質的な発展は続き、近代化も行われた。現代的な都市給水網は1874年に導入され、 電力供給も1878年に始められた。その一方、が、都市均衡に設けられ、イギリスとベンガルの軍が駐留することになった。1905年のベンガル分割令が発布され、ダッカは新設された東、ベンガル、アッサム州の主婦とされたが、この法令は1911年に撤回された。1947年、インドが分離独立すると、ダッカは、 東パキスタンの主婦となった。しかし、このインド分割に橋を発する住民間の対立が激しくなり、ヒンドゥーの多くがインドへ移住、逆にムスリムの流入が増えた。ッ下は地方行政府であったため、政治的な抗議活動や暴力行為が頻発するようになった。さらに、パキスタンの公用語をウルデュー語のみに統一したことがこれらに拍車をかけ、が湧き起こった。 この運動では、パキスタイ警察が平和的なデモを行っていた、学生ら多数を殺害する事件も起きた。この事件を記念するのが初日ドミナールで、事件が起きた2月21日は、国際母語デーとなっている。1950年代から1960年代にかけて、ダッカは政治活動の温床であり続け、ベンガル人による自治を要求する運動は高まりを見せた。 1970年、大型台風のボーラサイクロンが脱下及び周辺を襲い、約50万人が死亡した。地域の半分が水没し、数百万人が水の被害を受けた。中央政府の民族差別的かつ不十分な救援は、民衆に怒りを沸き立たせ、1971年3月7日には、ベンガル人政治家のムジブルラフマンが呼びかけで、 民族主義の集会が開かれた。集会には約100万人が集まり、これが3月26日に行われたバングラデシュ独立宣言につながった。これに対しパキスタン軍は、を観光して対抗し、何千人もの逮捕、拷問そして殺害を行った。騒乱は9ヶ月にわたる血みどろの戦闘に発展し、バングラデシュインド連合軍の前に、パキスタン軍は降伏し、 バングラデシュ独立戦争が終戦した。ダッカは、新生国家バングラデシュの首都となり、国中の農村地域から出稼ぎ労働者を受け入れる、形で急速に人口を増やし、大規模な都市拡張を見せた。これに伴い商業や、産業も発展し、インフラストラクチャーの整備にも着手され始めた。不動産取得がブームとなって地域が拡大し、地区、地区、ボシュンドラ、 などの地区が開発された。一方、このような人口増加は窃盗など犯罪件数の増加にもつながっている。ダッカはバングラデシュの中央部、ガンジス川、ブラマプトラ川、メグナ川が構成するのほぼ中央、下流域にあたるの東岸に位置する。面積は153.84平方キロメートル。地質は関心湯から先進湯時代に堆積されたそうであり。 海抜は2から12メートル程度と低く、熱帯植物と湿潤な気候と相まって、雨季の激しい降雨やサイクロンによって脱下はしばしば洪水に見舞われる運命にある。地は8つの主要なく、サナと16の地区、シャーアリー、トゥラングに分けられる。市には、総計130の小区と725もラ、南アジア等で用いられる。 8割りの単位がある。脱火都市圏は1463平方キロメートルの広さがあり、と接している。脱火は気温が高く、降雨も頻繁な多湿の熱帯性気候であり、欠片の気候区分では、サバナ気候に該当する。都市にはモンスウーンが通過し、年平均気温は、摂氏25度、77、月平均気温は1月に、摂氏18度。 64、8月で、摂氏29度、84、となる。年間降水量1854ミ、mm、リメートルのうち80%は5月から9月の間に記録される。交通渋滞や産業廃棄物などの影響で、大気や水質の汚染が進み、これらは健康や居住環境等に悪影響を及ぼす深刻な問題となりつつある。 周辺の商宅地や湿地などは、高い層ビルなど不動産開発によって破壊に直面しており、このような自然の生息地が破壊される現状は、環境汚染と相まって生物の生存多様性を著しく脅かしている。ダッカの自治は1864年8月1日から始まり、1978年にはに昇格された。 都市の行政はを中心に行われるが、重要な行政機関は複数の国分散して置かれている。首長は5年ごとの総選挙で選出され、現在の市長はである。は、公立学校とイギリス系学校やマドラサを除くほとんどの私立学校を鑑賞する。イギリス系学校は独立した組織であるのに対し、バングラデシュのマドラサはすべて中央委員会が管轄している。 雑貨市の選挙区からは10名の国会議員が選出され、アワミ連盟とバングラデシュ民族主義党が2大政党の位置を占める。ラムーナ区には行政事務局があり、政府省庁のほとんどがここに集まっている。とも市内にある。バンババンはインド総督の皇帝として建てられ、東パキスタンの知事も利用したが、現在はバングラデシュ大統領が使用している。バングラデシュ国会議事堂。 ジャッジオ、サンシャット・ボーブンは、建築家ルイス・アイカーンの設計で、一員制の国会が開催される。は、メッカのカーバを模して建設された国立のモスクである。歴史的建造物としては、などがある。交通渋滞や人口増加へ対応し、中央政府は、周辺部の都市化と脱火市域外に、工場やビルを建設する場合に10年間の所得税免減制度を導入した。 ジッタゴンとは違い、ダッカには下水道が敷設されているが、その恩恵を受けるのは人口の25%に止まり、30%は浄化層を利用している。上水道は市内住居の2、3にしか普及していない。固形廃棄物は年間970万トン発生する。個人及び行政によって都市部における収集体制は確立し、集められたゴミは、 低地や商宅地に埋め立てられている。ダッカはバングラデシュの商業の中心地である。そこでは現代的な消費財や高級品を取り扱う市場を担う中産階級の人口が増えている。歴史的にダッカには地方から多くの出稼ぎ者が集まり、行商や露天商、小規模の商店、ホーカーセンター、人力車業、または雇われ人として働いた。 特に人力者には約40万人が就業した頃もあった。人口の半分は家政府や民間企業で働き、そのうち約80万人は繊維工業関連に従事している。しかし、失業率は23%と高い状態にある。2008年の脱荷死総生産 GMP は780億ドルであり、年間の成長率は6.2%となった。 GMP は2025年までに2150億ドルまで成長すると予想される。一人当たり平均所得は500ドルと見積もられる。48%の家計が貧困線を下回っており、このうちの大きな割合を食を求めて農村部から移り住んだ家族が占め、彼らは1日の支出が10ドル未満の生活を送っている。ッカの商業的中心地は、などがあり、 主要工業地帯では矢がある。ボシュンドラバリガラは5年間をめどに高度、技術産業や企業及び大型ショッピングモールなどの建設を含む経済開発地区である。ダッカには2カ所の自由貿易地域が設定されており、衣類や織物などの製品輸出が奨励されている。そこには413の企業が進出しているが、雇用はほとんどが女性を対象としている。 市内にはがあり、多くの多国籍企業が軒を連ねている。また、バングラデシュの財閥も事務所を構える。主な財閥は、ガール。さらにマイクロクレジットを創始し、ノーベル平和賞を受賞したグラミン銀行もダッカに拠点を置いている。NGO のブラックもダッカが本拠になる。都市開発によって大幅な建築ブームが起き、新しい高層ビルや超高層建築物は、 都市の景観を大きく変貌させている。金融業、銀行、製造業、電気通信業やサービス業が大きく伸び、観光業やホテルまたレストランの脱火経済の重要な要素となっている。脱火市当局が管轄する領域では、そう、の人口は約700万人である。より広範な都市圏までを対象とすると、2008年、現在の人口は1。 280万人となる。人口成長率は4.2%となり、アジアの中でも高い数値を示す都市の一つである。この人口増加は、農村部から都市への流入が主体であり、1960年代から70年代までは増分の60%を占めた。近年は、都市圏の面積拡大も要因となり、1980年代までのこのために100万人が増加している。 ファーイースタンエコノミックレビューによると、ダッカの人口は2025年までにに、500万人に到達すると予測される。指揮率は62.3%と見積もられる。都市にはバングラデシュ中のあらゆる民族が居住している。旧市街にはデカイアと呼ばれる長年同地に住む集団がおり、特有の習慣と方言を維持している。1万5千から2万人程度の規模で、 ロヒンギャ族、ガロ族、メンディ族の人々が市内には住んでいる。中国系の人口も多く、また企業の管理職としてインド人や韓国人も居住している。ほとんどすべてのダッカ居住者は国語であるベンガル語を話し、一部の区域ではベンガル語の方言にあたるチッタゴン語やシレット語も見られる。英語を話す者も,も多く、それは特にビジネス用として習得された。 ダッカの宗教はイスラム教が支配的であり、スンナ派が主流を占める。しかし少数ながらシーア派やアフマディーヤの人々も増加傾向にある。ヒンドゥー教徒が2番目に多く、仏教やキリスト教は少数派である。バングラデシュの中で最も人口が多い都市として、ダッカは多様な文化的生活の場となっている。祝日である3月26日。 2月21日、12月16日には、市内中で様々な催しが行われる。ダッカの人々は、シャヒドミナールやナショナルモニュメントで、解放戦争の国民的英雄を偲ぶために集まり、数々の催し物が閉鎖される。学校や大学でも、催しやフェスティバル、コンサートなどが開かれ、改装に関わりなく多くの市民が参加する。 毎年4月14日のは、ベンガルの正月であり、街中でお祝いが行われる。女性は、民族衣装のサリーやサルワールカミーズを、男性は、西洋風の格好や、伝統的なルンギーを身にまとい、通りや、または、ダッカ大学の校内などに集まって、新年を祝う。このような熱気は、ムスリムのイードアルイコールフィトルやイードアルイコール、アドハー、ヒンドゥーのといったお祭りでも、 市内中で見られる光景である。長い間、ダッカといえば様々な品を売る、道端の露天商や小規模の店舗が連想された。近年は、富裕層や拡大する、中間階層を相手にする、ショッピングモールや、シネマコンプレックス、ホテルや、レストランなどの出店が目立つ。料理の系統では、インド料理屋に加え、ヨーロッパ料理や中華料理などのレストランや、 食堂も立ち並び、さらに多国籍の料理や、ファーストフードなども街中では馴染み深いものになっている。その一方で、ダッカ特有の料理であるグラシーやビリアニ、エジャービリアニ、フォックラダインビリアニ、ママハリム、ママホリームやボーラニー等も根強い人気を誇り、観光客にも振る舞われる。ダッカ伝統の軽食にでかいベカーコニーがあり、それは、 ムガル帝国時代のデリーの王室で賞賛された良質で美味しい料理として知られる。ポップミュージックやロックバンドの知名度も急上昇しているがの人気も根強い。国民的な詩人や作家ラビンドラナートタゴールも高い知名度を誇る。市内のベイリーロード、ベイリーロード一帯はナタックパラー、シアターネイバーフット、劇場街と呼ばれ映画館が集まり、ここでは 西欧やインドの映画や音楽が人気である。ナタックパラー周辺はまた、古くからの伝統的なベンガルのサリーを製造販売する小さな手工芸の店がのを連ね、復興の地としても知られる。ペルシアやムガル町に起源がある、ジャムダニはすべて家内製工業の手作業でおられ、伝統的な高い品質を誇るが、 中程度の長さを仕上げるために3ヶ月を要するなど、生産に時間がかかることから少しずつ衰退しつつある。は、国中で受信できるラジオの第一放送局であり、ベンガル語と英語で多様な番組を放送する。近年は特に、FM 放送で民営の放送が行われるようになった。テレビ放送ではが国内を網羅し、こちらもベンガル語と英語が使われる。ケーブルテレビや、 衛星放送も、や、スターなどが主張されている。バングラデシュの出版社は、ほとんどが本社をダッカに置いており、ベンガル語の日刊誌では、プロトムアロトが観光物の中ではよく知られている。英語版での日刊誌では、とが多く読まれている。電話回線は急速な需要増に対応できず、また故障も多い。携帯電話も人気だが料金が高いこともあり、普及率は低く。 個人所有の電話回線のうち占有率は10%未満に止まる。ダッカ及びその都市圏では、その交通手段は道路利用である。自転車タクシーや、ミワタクシー、ベビータクシー等が都市の主要内動方法であり、これらを合わせた力車の数1日あたり40万台は世界最多を誇った。ただし、政府の承認を得た力車は8万5千台に止まり、多くは 無許可営業である。費用が安く、公害も発生させないこれら力車は、しかし深刻な交通渋滞を引き起こす現況と、みなされ、市内には立ち入りを制限している区域もある。バスの運行は、国営の BRTC と民営の会社とがある。スクーターやタクシー、自家用車などは、中産階級を中心に一般化しつつある。深刻な待機汚染もあり、 政府はで駆動するニサイクルエンジンを搭載したグリーンタクシーの試験導入に踏み切っている。落下市内の舗装道路は総延長 1868km であり、これらは高速道路や鉄道とリンクして国中の他の地域と接続している。コルカタやアガルタラとは BRTC が運行する定期高速バスがある。ブリゴンガ川の船着き場には多数の大型機船が集結し、 内陸地方都市や外目のチッタゴンへ火客を輸送する。エアポート駅及びカントンメント駅はバングラデシ鉄道が網羅する周辺及び国中をつなぐ鉄道の主要駅である。バングラデシ鉄道はコルタカとの間で定期列車の運行も行い、また両都市は国際列車、友情、休校でもつながっている。ブリガンが川岸にあるは川を遡上したり他の港へ。 向かう旅客や物資の起点となっている。航空では国内のチッタゴン、シレット、コックスバザール、ジョソール県、ボリシャルや国外の空港と結ばれ、シャージャラル国際空港はバングラデシュで規模及び発着数で1位にあり、バングラデシュの国内外航空機発着数の約52%を担う。高速バスや 軌道交通の整備が計画されており、2004年から2024年までの期間を対象としたアーバントランスポーテーションポリシーが策定され、立案されたダッカ都市交通戦略計画、STP では自動車交通の鉄道転換を通じて、渋滞や大気汚染、または温室ガス排出削減などの効果を狙っている。ダッカには多くの学校、 大学などが集中している。学校教育は、旧宗四国のイギリス式にあたる4段階で行われ、小学校小学年、中学校小学年、高等学校二学年、大学がある。中学校終了後に接近デリースクールサーティフィケート SSC、高校終了後にハイスクールサーティフィケート HSC という試験があり、その後の進路が決まる。教育は主に、 ベンガル語で行われるが、英語も一般に使われる。イスラム教徒のほとんどは、宗教的理由のために、定時制や場合によっては全科目を宗教学校で子供たちに履修させる場合もあり、ここでは、ベンガル語とアラビア語が用いられる。ダッカには53の大学がある。は、イギリス領インド帝国時代の1840年に、設立された、最も古い高等教育機関である。 独立後、ダッカには多くの公立、私立大学が設立され、学士、修士から博士課程まで様々な教育が行われるようになった。その中でも最大規模を誇るダッカ大学は3万人の学生と1300人の教職人を抱える公立大学であり、18の研究所に70の学部、学科、研究所がある。著名な高等教育機関としては、 ブートとも知られる。医学系教育機関ではとがよく知られている。ダッカの各大学校内はしばしば政治的対立を生む場所ともなり、抗議活動や抗争、警察による武力介入、学生や政治結社による混乱などがもたらされる場合もある。ダッカではクリケットとサッカーが高い人気を誇る二大スポーツであり、これはバングラデシュ中にも言える。 チームの多くは学校や大学または私立のクラブ単位であり都市対抗または国際大会が行われる。とはサッカーとクリケットの2大クラブでライバル関係にある。ダッカは1954年に初めて行われたクリケットのテストマッチ開催地であり、この時はインドと対戦した。バングラデシュ国立競技場は以前はクリケットの主要な 試合会場として使われたが、現在はサッカー専用となっている。しかし、2011年のクリケットワールドカップでは、開会式及び6試合が予定されている。スポーツの振興や支援を行うは、ダッカに拠点を置いている。ダッカには、他にも、矢がある。ダッカ大学のグラウンドは、インターカレッジの会場として用いられた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。